こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？前回の放送で YouTube ゲーミングのスポンサーシップという機能についてお話をしました。私はね、あまりゲームをしないので YouTube ゲーミングにはチャンネルを持っていないんですが、もしかしたら YouTube のマイチャンネルを YouTube ゲーミングの、サイトの方でも見ることができるのではないかなと思ってちょっと試してみました。 YouTube のトップページです。で、こちらが、新しいデザインの、マイチャンネルです。はい、ではね、YouTube ゲーミングに行きます。この右上 YouTube アプリクリックします。はい、 YouTube ゲーミングをクリックします。はい、YouTube ゲーミングのページです。タブが4つあります。今ホームで、これがライブ、そしてゲーム、そしてチャンネル。まあ、すべてゲーム。まあ、当然、ゲーム尽くしの、YouTube ゲーミングのサイトですね。ホームに変えます。はい。そして、この、YouTube ゲーミングのサイトで、自分の YouTube のマイチャンネルを見ることができるのかということで、左上、ハンバーガーマークのメニューをクリックします。そうしますと、ここ、マイチャンネルってありますね。ここをクリックします。はい、そうしますと、なんと、YouTube の、私のメインチャンネルである、CMM が表示されました。いつもの、YouTube チャンネルとは若干違う、ダークで、なんかかっこいいね、チャンネル表示になってますよね。概要ってあります。この概要をクリックすると、ここはね、YouTube のマイチャンネルと同じ概要の内容が書かれていますね。そして、アップロード動画。で、過去のライブストリーム、今後のライブストリーム。で、再生リスト、YouTube 簡単使いこなしとかね、おじさん頑張るとか、ここにね、再生リストが表示されます。通常の YouTube チャンネルよりも、なんかね、ダークで、かっこいいチャンネル表示だなというふうに思います。この昨日アップした動画、再生チャンネル、ここ、クリックしてみたいと思います。はい、動画再生ページです。YouTube の、ダークテーマに似たような、動画再生ページですね。なんかかっこいいですね。はい。なんかいいと思いますね。で、こちらがおすすめとかコメント、まあ、ライブ配信を前提にしてるんで、この、ライブ配信とかコメントっていうところもありますね。なんか若干違うんで、まあ、たまには、この、YouTube ゲーミングのサイトで、自分の動画を見るというのも、かっこいいかなというふうに思います。ということで、YouTube ゲーミングのサイトで、自分の YouTube のマイチャンネルをね、表示して、動画を見ることができますんで、試してみてください。結構面白いかと思います。はい、ということで、なんと YouTube ゲーミングのサイトで、自分のチャンネルを、見ることができるっていうことが分かりました。あれすごいですね。最近、YouTube の本体も新しいデザインに変わったんですが、また YouTube ゲーミングのデザインはちょっと違ったね、クールでダークなかっこいい、チャンネルになりますよね。ですんで、気分転換にね、たまに、YouTube ゲーミングのサイトで、自分のチャンネルや、動画を見ると面白いかなと思います。はい、今回はこの辺で失礼します。